思いを残さないようにね。出ないと本当に辛いよ。正直に言うね、私やっぱりつくもが好き、大好きなの。実はですね、聞いてください。実はですね、私今日からひめみこになりました。え？今までは見習いだったんです。まだ力が足りないってことで。でもほら、この巫女装束は位を持った者にしか着れない服なんですよ。前のよりも肌触りも良くって軽いし。このスケベ。それでもよ、女性にとって下半身の衣装は特別なんだから、おいそれと気安く触るな、この無神経男。それはともかく、おめでとう。よかったわね。
ことがあってから私の力が強くなったみたいです。はいです。あ、ところで今日の夜お二人様は何かご予定ありますか？ここじゃ他に出かけるところもないしね。私も問題なしよ。よかったです。実は今日急なんですが、私のお披露目と最後の試験の儀式が執り行われることになったんです。それはちょっと難しいのでうまくは説明できません。ただ大事な儀式ですので、親しいお二人にはぜひともご同席していただけないかなと思って。私も同じね。知らない。昨日は早く寝たからね。何か奥で話してるようだったけど気にしなかったもん。何見せてくれるのかな。来たか。ああ、見てもらいたいものがあると言ってきたのでな。私に聞くな。ただ、サチカにとってはよほど重要な儀式のようだな。周りを見渡してみたが、年寄りのものしか見当たらぬ。近くを歩くものもない。一体何かしらね。綺麗な曲ね。
綺麗だね。妖術か。水が沸騰している。
信じられん。合格です。おめでとう、サチカ。ありがとうです。何？何がどうなってるの？あの驚かれましたか？驚いたわよ。なんで、どうしてあんな風に水を冷たくしたり熱くしたりできるの？はい、そうですね。私もはっきりと詳しく存じ上げているのではないのですが、古くより泉に語り継がれる秘術です。代々姫巫女となって国や村を治めていく者が身につけていく力、それを片噛むなと私どもは申しております。簡単にご説明申し上げれば、カタカムナとは体の内奥深くより繰り出される御霊の波と、万物から発せられる生命の気、それを音の韻律と同調させることで流れを変え、別なる魂とそこに潜む力を呼び覚まさせるためのさまざまな技の基礎となる知識です。ごめん、よくわかんない。ではこれをご覧ください。お前、相当しつこいぞ。これは？先ほど儀式の時に演奏し、また私と幸子が共に歌っていたカタカムナの詩です。かつて邪馬台において長らく判読が困難だった神への御言葉を私が解読して
その音階、波長を記したものがこれ。この韻律を踏んだ音の波を発することで、内なる波を形に変えて外に発することが可能になります。韻の発し方、この並びの韻、今すぐそれを説明することはできませんし、理解してももらえないでしょう。それでもこの詩を理解することで、自然の万物の動き、そしてそのもののあり方を知ることができるのです。さらには2つ以上のものを組み合わせることでできうる自然物以外のものの存在をも。ええ、例えばつくも様の剣、そしてヤマタで見ていただいた山崩し、他にも さっきお見せしたように、体から発せられる気をもとに物に対する干渉、極めて狭い範囲ですが、物質の状態や姿を変化させることもできるのです。ちょっといいかしら。気にしないで。ちょっとしたおまじないかな。ところでだ、イザナミ。なぜこれを我らに見せた？この内容、この術の希少性と効果、恐るべきものがある。本来ならば他国の者には門外不出のはずだ。サチカの場合もそうだ。邪馬台は泉の幽谷なれば、情報交流があっても不思議ではない。だがこの知識が本物であれば、これを手に入れた邪馬台は。おっしゃることはよく分かっております。
このカタカムナの力は強力なものです。悪用されればこれに勝るものは存在しないでしょう。ですがこれを有効に使うことで人々と村はさらに発展をしていくことができるでしょう。さまざまな道具を作り出して生活も豊かになる。決して権力者の力の誇示に用いられるものではないはずです。理想論だ。邪馬台の女王卑弥呼がどんな人物なのかは知らぬ。それでも次の女王が幸子である以上、あの子がおかしなことをするはずはない。それは確かだ。だがその次はどうだ。あるいはその次は。お前を姉のように慕う心があるから、幸子は泉を大切に思うのだ。そしてお前から授かった力もな。だがそれは時と人の移ろいによって変わってゆくもの。私が心を砕くのは筋違いであろう。だがお前の優しさがこの泉の命運を縮めることになりはしないかと私は危惧する。それでも私は。人を信じたいのです。私たち泉はこの力で栄えてこられた。幸せでいることができた。ですが他の人たちにも平等にその権利はあるはずです。資格まであるとは思えないがな。悪いが休ませてもらう。今日は疲れた。つくよみ様。私にカタカムナを見せようとした意味は、ハヤトにもこれを伝えたいということであろう。だからお前は甘いのだ。普通の人がこの力を手にすればまず何に使うのか考えてみるがいい。誰しも思いつくことではないか。それは悪いが私にも扱いかねる。その力のすさまじさはよく分かった。あれば確かに今の困窮はなくなるかもしれん。だがそれ以上に何かを我らは失いそうな気がするのでな。つくよみ様。だが感謝はする。お前のそんなところ私は好きだ。